エドアブラザメヘプトランキースペルロは、カグラザメ目カグラザメ科に属するサメ。本種のみで、エドアブラザメ属ヘプトランキースを形成する。エドアブラザメの分布域太平洋北東部を除く、ほぼ全世界の段階域に分布する。比較的、珍しい種で、水深1000メートルまでの深海に生息する。普段は、 海底付近で生活するが、稀に表層に出現することもある。エドアブラザメの破全長140センチメートル。平均的には1メートル前後である。体型は細身の粒型。配側の体色は脳肺色か肺褐色。腹側は白色。エラ列は7つあり。原生のサメの中では、どうかのエビスザメと並び最も多い。第一エラ列が最も大きく。 後方になるにつれて小さくなる。背びれは一気で対後方に位置する。尾ひれは常用が長く結黒がある。幼魚では背びれと尾ひれの先端に黒色斑がある。目は大きく緑色で光をよく反射する。上あごばの前歯は細長い針状で内側に向く。下あごばは櫛状の特徴的な形状で六高頭を備える。等足類。 甲殻類、甲骨魚類、サメ、エイなど幅広く鈍食する。体勢。ただし胎盤は形成せず、子宮内で卵を孵化させる。一度に25センチメートル程度の幼魚を9から20尾を生む。成熟サイズは、オスが全長75から85センチメートル、メスが全長90から100センチメートルである。底引き毛や底背縄などで根格されるが、 漁業の対象にはならない。人には無害だが、網にかかったものを引き上げる際に噛まれることもある。肉には弱い毒性がある。深海に住むため、水族館での飼育記録はほとんどないが、2010年5月28日に、静岡県東伊豆町北川沖の相模灘に仕掛けられた低地網で漁獲され、 搬入された静岡県下田市の下田海中水族館で数日間の飼育記録がある。下田海中水族館では、1995年以前にも漁獲の記録がある。また、2016年3月17日に、静岡県沼津市伊豆、三シ市パラダイスでも捕獲、飼育されている。A.B. ポール、L.&Fowler, S.2003, ヘプトランキースペルロ、イン。 IUCN2010 IUCN r e d List of Select e n t h Species Ver.2010.3 www.iucnredlist.org ダウンロードオンレイ 7september2010 ABC Biological Profiles シャープノスセベンギルシャークフロリダミュージアムオブナチュラルヒストリーイクシーラジーデパートメント2010年9月7日 A.B. ヘプトランキースペルロフィッシュブイス2010年9月7日 A.B. フジーエドアブラザメについて下田海中水族館飼育日誌下田海中水族館2016年5月17日閲覧イズミトシーパラダイスイズミトシーパラダイスによる2016年3月17日のポストフェイスブックありがとうございます